トヨタはグランエースを一部改良。助手席下投式ヘッドレストを全車標準装備の上、2021年6月28日に発売しました。トヨタの誇るフルサイズワゴンが改良。トヨタはグランエースを一部改良し、2021年6月28日に発売した。グランエースは セミボンネットのパッケージを採用し、全長 5300mm を誇る上質で、広い室内空間を特徴とするフルサイズワゴン。今回の改良では、助手席に可動式、ヘッドレストを装備し、後席からの広い視界を確保するとともに、助手席の運転席、側肩口にパワーシートスイッチを追加し、ドライバーによる助手席のシート操作を容易にした価格、 税込みは620万円650万円。